和田地家の親方政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族誰かおりませぬか。政子殿、酒井です。血だ、誰か生き残った。窓から子供を逃がそうとしたようだ。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。殺せ。政子殿はどこだ。答えぬか。この者どもは猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄爪の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。急兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。
走れ、ソラ。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。これから黄金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは。ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。鎧を整えてもよろしいでしょうか。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿から言づてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。一人ではないぞ。酒井様、ご無事で。
鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった？喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。宗玄様、私はどこでいただけば。知らぬ。どうか。宗玄め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。家の癒やし記憶です。でも一日も飲まず食わずで。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。あれは古宿。近づきましょう。こっちだ。お前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。太刀を抜け。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな。幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。カエの武具、援軍が来るはずだったのか。
子供を殺した褒美か。これきりの金のために。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。Yeah.